11日、はい、今本番に11日って入ったんちゃうかな2月11日の金曜日夜7時もありましたよ。出現なお今から始まります。どうも大変まさひこです。よろしくお願いします。お願いします。もう今日は先に紹介しますよ、はい、また忘れちゃうんで、はいはい、アンバサダーの辻尾慎二です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして、はい、北陸アイドル部のアクティブガールタツこと辰巳みくるです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ね、あの先週あの辻尾さん の、 あのキーホルダーが、はいはい、あれいいですね。めちゃくちゃ可愛い。あれ商品化になるんですよね。いやちょっとね、まあ、あの作ろうとは思ってるんですけど、はいはい、またちょっと楽しみにしていただければ。どっかで売ったりとかしないんですか。うん、いや予定はないんですけど、どうしようかなと思って。いやちょっと、はい、皆さんチャットで騒いでくださいよ。なんかさっき聞いたら、はいはい、200個しか作らないとかっていう話を聞いたんですけど、はい、200個なんて、はい、もうあのホーム戦ですぐなくなりますよ。ほんますか。え、ほんとすぐなくなりそう。はい、いくら、一応ちょっとあのいくらで売ろう思ってるんですか。まあ300円か400円かそれぐらいで、ちょっと安ないっすか。そうなんすか。え、300円400円安ないっすか。え、ちなみにあるよね。ありますあります。ちなみに何本ルの、あ、1体100円じゃない、まじゃない。安ない。めちゃめちゃ安いやん。あ、びっくりした。何勝負してんのかなと思って。ちょっと待って、100円じゃなくて1体、はい、1000円プラス送料が。プラスどのぐらいの大きさなの。で、あのこのくらい、このぐらい、まあまあ、通常さんのどの同じぐらいの、まあ、これぐらい、これぐらいですか、ね、だですね、はいはい、まあまあまあ、はい、300円か400円、うん、1000円、はい、高いっすね。送料かからへんで、ね、本人持っていくんで、絶対にこうね。はい、ちょっと色つけすぎですね。ちょっとあの皆さんチャットでですね、はい、あの300円400円って言ってるんで、それはその方が嬉しいとは思いますよ、うん、はい、嬉しいとは思いますけども、だいたい相場として辻尾慎二のこの間見せたのキーホルダーどのぐらいが妥当なのか。あ、そうですね、ご意見欲しいですね。ちょっとご意見、あの本人がむちゃむちゃいい人すぎて、はい、安売りすぎですわそれ。そうですか。そんなもんこのやられたらこっち商売上がったりやわ。あ、あったあった、ほらほらほら、物物これこれかわいい。欲しい人おるんかね。いや僕絶対欲しいよ。欲しいです。マジでかわいい。僕おじゃあこれめちゃくちゃいいじゃないですか。まあまあまあ、ちょっと楽しみにしていただければ。ね、辻尾ラジオ。はい、そして、あ、みきちゃん持ってないの？あ、持ってきてないよ。持ってないのか。あの、北陸アイドル部のオンラインショップで。あ、そっちを皆さんね、はい、見ていただきたいと。コメント僕ないんですよね。作ってくださいよ。作りたいよ。はい。はい、あのものすごくこれ男前じゃないですか、はい、僕そんなんじゃなくて、はい、もう言ったら頭8ぐらい で、はいはいはい、で胴体2ぐらいで、めっちゃ可愛いですね。いいで8のうち6ぐらいメガネっていうのが、はい、いいですね。そんななんか、え、かわいい、かわいいですね。なんかそんなんね、はい、これ言ってたら多分作ってくれるでしょ、はい、マスコットみたいな、はい、いい。僕じゃあ200円ぐらいで売りましょうか。安いな。いや、いいな。でもなんかこう自分のグッズがあるっていうのはね、はいはい、非常に嬉しいですけども、はい、グッズといえばこれね、はい、あ、そう、はい、これ買ったんですよね。買いました、買ってました。先週、うん、この放送が終わってから、はい、まだ1時間はね、うん、もう営業してるっていう話だったんで、はい、あの辰も行くっていうから、そう、一緒に行ってきました。行ってね、うん、で、あの籠を見せてもらったら、はい、籠がむちゃくちゃ良かった。本当にそう、あれ何入れてるんですか、大変。今ですか、はい、今ジムに持って行ってます。あ、いいですね、ちょうどいいですね。今ジムに持って行って、うん、その着替えとか道具入れたりとかしてて、うん、あとどっかちょっとね、あの、はい、キャンプとか行ってては自分の着替えを入れたりとかして、はい、うんうん、今僕 の、 あのパンツと靴下とか入ってますよ。なるほど、いいですね。メク、はい、もめちゃくちゃいい、うん、車にあの車の必要なものとか入れてポンって乗せてます。何もなかったらね、買い物そのまま行ってもいいし、そのまま行って、めっちゃ売れてるん違います。あれ、え、もうツイッターでもすごい出てきますよ、カゴ買ったみたいな。あの、うん、ちなみに天の声さん、はい、あ、今日はもう、あの、もう一人、もう一人、もう一人、モーリーや、モーリーや、何個ぐらい売れてるやろ。え、ちょっとどのぐらい持ってくれるか、天の声さん、あのカゴってどのぐらい売れたんですか。売れてるんですか、今。あれめちゃくちゃ売れてますよ。いや、ちょっと持って言ってください、ちょっと。もう今歩かないと分かんないぐらい。いや、どんぐらいあったか分からんけど。いや、これから売れへんよ。でも、やっぱり皆さん、あの、買ってくださってて、もうなんか、使い勝手良かったから、もう一個買いに行ったと思って。あ、それ僕もだから、もう一個欲しいなと思って。うん、
いや、なんかあの家の中の整理するのにも、うん、あん中入れて棚にがこう5つぐらい並んでこれでもいいのかなって思う。最高ですもん、いっぱい欲しい、ねうん、皆さん行かれた方もね、私はこんなん買いましたとかね、うん、これ良かったよっていうの、そういうのあったらまたね、ちょっと賑やかしていただきたいと思うんですけど、はい、早速来てませんか、値段のこととかで。来てますよ。来てますか、新さん。来てます、はい、まず、もうそもそも皆さん欲しいと、うん、いうコメントが来てまして、はい、金額はですね、まあ、700円だったり、700円、ほら、まあ、でもワンコイン500円でいいんじゃないですか。あ、500円、まあね、うん、500円なら300は売れるっていうホリケンさんのコメントもありました。300ね、買ってくれそうやな。 300×500 は、あとなんか MC3 人のキーホルダーセットで売ろうみたいな。あ、嬉しい。ないんすよ僕の。なんか僕も作りましょう、これ。誰か作ってくれますよ、活用みたいな。欲しい、はい、うん、なんでなんか Now の限定で作るとか、サイン入りとかもいろいろ皆さんアイデアをチャットで入ってくださってます。いいですね、はい、まだまだちょっとね、はい、いいですね。どうですか、グッズ担当の男も作りますか、ちょっと。いや、僕は僕は売れないと思うので。欲しい。あの、多分ね、グッズ担当の女はめっちゃ売れると思うよ。めっちゃ売れそう。それはそうです。フォロワー数も半端ないですから、はい、ちょっと在庫残るの怖いので僕はやめときます。またそんなのね、はい、グッズ売り場でちょっと売ってほしいな、うん、面白いと思いますんで、はい、さあ皆さん、ちょっといろいろな意見とかアイデアとかも、はい、もしよかったらよろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、ということで、いよいよ来週に迫ってまいりましたね、はい、J リーグ開幕ということですけれども、はい、でもまずは明日、はい、なんかゲームありませんでしたっけ。そうですね、何でしたっけ、名前変わりました、ね、富士フィルムスーパーカップ2022ですか、はい、あ、そうですね、昔ゼロックスって言ってたんだよね、はい、開催されるということで、対戦相手が、はい、川崎対浦和ということで、もう待ちに待ったサッカーの、ね、楽しい週が来るということなんですけれども、はい、そして2月18日金曜日に川崎対 FC 東京の一戦を皮切りに2022の J リーグがスタートということで、はい、我らが強い県金沢は翌日ですよね、はい、2月19日土曜日、うん、徳島戦からということで、ちょっとワクワクしますね。めちゃくちゃ楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみやね、はい、もう僕あの今、うん、はい、これはい、とあの来ましたっていうので、さっきそうなんですよ、これは今年のユニということなんですけど、はい、これ着るとやっぱり、うん、ちょっと戦闘モードというか入ってきますよね、うん、さあ皆さんもね、これを着て、はい、今年もね、目いっぱい応援していただきたいと思います、はい。そしてシーズンの途中ぐらいからちょっと緩和されてきて、声出してもちょっとはいいよとかね、うん、歌ってもいいよとかっていうようになってくれるのもちょっとね、楽しみにしたいと思いますけれども、はい、さあキャンプどんな感じでしょうね。どんな感じ、もうでもあと、うん、2日で終わりですかね。そう、日曜日までみたいな感じでしたよね、うん、はい、開幕に合わせてきてると思うんですよ、やっぱヤンツーさんは。そうですね、最終的にはこの時期、今の時期ぐらいにちょうどこうピークを迎えるような感じにしてると思うんですけれども、はい、いろいろと話は聞きたいんですよ、はい、めちゃくちゃ話は聞きたいんだけど、まだちょっと監督の話は聞けない、はい、そこでですよ、はい、来週からね、はい、この放送の前に6時55分から杖原 TV がスタートします。初回一緒にやってる方は、杖原さん、すいません、僕じゃ申し訳ないです。いや、ほんで、はい、その流れの中で多分ですよ、うん、多分予定ですけれども、最後にこのヤツさんのコメントをこれもらえるんじゃないかと、うん、すごい、いうことで、僕もだから、はい、そこまでもう触れてませんから、来週とかも予約、見ないと、うん、ね、はい、どうなってるのかも楽しみにしていただきたいと思いますけれども、はい、ここからはね、あの杖原 TV、 MRO テレビの杖原 TV からの配信という、うん、もう来週から皆さんそういう、はい、ね、この時間帯は過ごしていただきたいと思いますけれども、うん、はい、なんか開幕戦とかもう何かするとかってあるの？開幕戦ですか、うんうん、6、3月6日にちょっとまたそうですね、ステージイベントとか、ま、MC の方、うん、ですよね、まだはっきり決まってないですか、ま、え、やんだ、もうちょっと、タツ外された、ちょっとすみませんけど、あの中野さんめっちゃちっちゃいバリやめてもらえませんめっちゃちっちゃいバリですよ普通、なんかこのぐらいでね、こんなんちょっと見えへんかった
いや、辻さんは何か。僕はあのあれですよ、来賓の受付を基本的にはやってるので、うん、あ、なるほどなるほど、はい、あのスポンサーの方が来た時にありがとうございますと、はい、ということで皆さんまだ見えてないと思いますけども、はい、今日はこの後リモートでね、はい、あの選手お二方、はい、もう皆さんご存知だと思いますけれどもね、はい、豊田選手と松本選手出ていただくということで、はい、スタンバイはどうなんでしょう。ちょっともうこっちの顔見えてるんですけど、はい、いろいろともう呼びかけても大丈夫ですか、うん、まだですか。あ、もう、まあ、調整中ですね。もうちょっと、はい、もうちょいちょっと待っていただきたいと思いますけれどもね、はい、辻尾さんは、はい、ちょっと豊田選手とは、はい、対戦した経験があるっていうね。そうですね、あの高校選手権の時に対戦して、はい、あとはアンダー19とか、はいはい、20とかで少し一緒にプレーはさせていただきましたけど、 そうですね、そして、はい、豊田選手と松本選手は実はトスでもちょっとかぶっているということで、うん、そうですね、はい、仲いいんでしょうね。どうですかね、半年間ですかね、一緒にプレーしてるはずですね、まあ、そういうお話をね、はい、ちょっと聞きたいと思いますけれども、はい、今スタッフがいろいろとやってますんで僕らの声で届いてるんでしょうかね。もうちょっとだけ待っていただきたいと思いますけれども、はい、皆さんも間もなくですからね、間、うん、もなくリモートで登場していただくということで OK が出ましたんで、早速お呼びいたしましょう。豊田洋平選手と松本大輔選手です。どうもこんばんは、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。どうも MD です。あ、MD さん、トヨ D です。トヨ D さんお願いします。トヨトミヒデヨシ大嫌い。なんでなんで真面目になってください。もう一回今日どうも MD です、はい、どうも MD です。MD って何ですか。ネタ合わせしたんだ。これはもう、うん、天下の前田利家公大好き J リーガーです。いや、キュードライ。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、なんかこう楽しいじゃないですか。 いいですね。さあ、もうあのキャンプ終盤戦に豊田選手なりますよね。そうですね、もうあと今日と明日で、宮崎キャンプというものは終了ということですね。終了ということで、うん、その後っていうのはもう来週、まあ、開幕ってことになるんですけれども、一旦石川県のに戻ってくる予定にはなってるんですか。それは質問ですか、あのファンからの。まだすいません、まだファンからの質問、もうちょっと待っていただけませんか。あ、まだです、まだ、まだ、すいません、すいません、まだいわゆる漫才でちょっとつかみをさせていただきたいなと思いまして。ああ、なるほどですね。はい、もう早速質問かなと思いまして。あ、そうですか。いや、そんな、はい、そんな急がんといてもらってもまだまだ時間たっぷりありますんで。いや、もうなんか尺がほんと足りないんじゃないかと思いましたよね。これで足りないです。もう豊田選手のためにあのだいぶ取りますから大丈夫です。マックなんか絶対しませんから。ありがとうございます。13日に石川県の方に戻って、おそらく雪の中トレーニングをするんじゃないかなというふうに。あ、でもね、石川県ね、今日そして明日もね、ものすごいいい天気で気温も高いんで、多分雪は溶けてきてると思いますよ。おほほほ、これはちょっと安心して、ちょうど宮崎もここ最近すごく天気が良くてですね、はいはい、石川県に帰りたくないという気持ちがすごく強いんですけど。そんなこと言わずに帰ってきてくださいよ。そうですね、はい、あのどうですかね、あのお二方、あのキャンプはもういい感じでできましたかね。松本君どうですか。もちろん、まあ、その言葉通りで、もういいところも悪いところも前面に出まして、まあ、悪いところはもちろん練習、サッカーの場面ですけど修正できていて、まあ、いいところはもちろん伸ばしていて、本当充実しているキャンプが遅れていると思います。うわ、楽しみ。豊田選手どうですか。僕はあの宮崎県に初めて寝泊まりしてですね、あの今回が本当人生の初体験で、はいはい、お恥ずかしい話なんですけど、すごく新鮮な宮崎キャンプを送れたなというふうに思っております。あ、なんか鳥栖にいたからね、はい、しょっちゅう宮崎とかも行ってるのか、うん、ね、オフとか行ってるのかなと思った。初めてなんですか。別のところ観光地には行ったことあるんですけど、それはあの宮崎のもっと上の方で、こうやって市内の中の方に入ってきたことっていうのはなかったんですね。あ、なるほどなるほど、なるほど、はい。あのお二人はあのチーム鳥栖で少しかぶってますよね。はい、その頃、はい、太平さんも帽子かぶってますよね。かぶってます、はい、すみません。かぶってます。
すごい。もうね、すごいですね。やられますね。これからインタビューめちゃくちゃ楽しみだと思いますよ。いろんなアナウンサー本当に。この間ね出陣式の時も豊田選手ね、あのみんなあんま喋らなかったから最後もガッと持っていってくれたのは助かりましたよ。うん、いやいやいや、もうあのやっぱりあの一人一人にマイク持ってないと、ええ、テンポ大事じゃないですか。あ、確かに。なんとあの皆さん誰かあの辻尾君とかがあのマイク持ってきてくれるタイミングではもう遅いんですよ。すいません本当ね。あ、すぐ突っ込みたい。ね、そうなんですよ。あ、なるほど。なんで、はい、場をしらけさせるんで、うんうん、ちょっと我慢を重ねましたね。あ、なるほど。最後まで待っといていただいたもうさ慣れてるわ。いや、すごいな。あのね、松本選手も豊田選手ってずっとこういう感じやったんですか。おい、面白かったんですか。いや、その頃からもずっとこんな感じです。あ、楽しいな今シーズン。あ、楽しみですね。またあのいろいろとこの放送だけでなく、あの今シーズンどっかでまたラジオテレビとか あのお願いするときも心よくよろしくお願いしますね。なんか黙ったね。あ、あ、はい、すみません、電波の状況がですね、ちょっと時差がありましたね。はい、あ、辻尾さん、なんか質問ないですかね。そうですね、あの豊田選手かなりコンディションがいいっていう話は聞いてますけれども、うん、ご自身の手応えっていうかどんな感じですかね。横で首打ってる。そうですね、手応えはどうですかね。あのこっち来て、気温もある程度高い中でやらせてもらってるっていうところで、まああのいい準備はできてるのかなというふうには、うん、あの言えると思います。うん、真面目に。なるほどなるほど。はい、はい、さ、じゃあね、松本選手、はい、あ、松本選手、センターバックで守備のところはかなりちょっとこう特殊というか、うん、他のチームと違ったところがあると思うんですけど、はい、そのあたりのこう戦術理解とかって今どんな感じですかね。まあ、だいぶ最初の方は大変だったんですけど、まあ、試合とか練習やっていくうちにだんだん、まあ、自分の中でもできるところとできないところっていうのは分かってきて、まあ、まだ課題はたくさんあるんですけど、うん、これができるようになったら、まあ、自分としても成長できますし、チームの助けにもなるんじゃないかなっていうのはすごい思ってます。なるほどですね。なるほど、ちょっと楽しみやね、はい、本当に。あと僕大学一緒なんですよ。大学一緒なんですか。はい、なので個人的には応援してます本当に。ありがとうございます。はい、あの今その ポーズは豊田選手。あ、わー、制限。嬉しいね。あの、タツ、何か質問ありますか。はい、北陸アイドル部の辰巳みくると言います。制限、はい、金沢に来てそれぞれ仲良くなった選手とかはいますか。うん、真面目に質問。僕がですか。はい、あ、こちらの宮崎アイドル部の豊田ですけども。仲良くなった選手、これはやっぱ比較的にやっぱり、こちらに長くいるような30代以上の選手なんかは、うん、より多く話す機会が多いので、うん、そこはすごくチームを引っ張るという意味でもベテランでよく話をしてるかなというふうに思ってます。なるほど。さあ、もうじゃあもう、はい、松本選手、あ、同じ質問、同じ質問でお願いします。はい、自分は宮崎アイドル部の、はい、宮崎アイドル部の松本選手ね。はい、はい、自分は前も出てた須藤直樹と波本来が言ってたんですけど、あそこのもう一人松本博也加えて4人でいつもいることが多いです。同じ松本ということでね。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ、あのね、あの二方選手から質問来てるんで、まずじゃあ豊田選手よろしいですか。はい、いいですよ。はい、20番の林選手から質問です。お、おなじみのゴールパフォーマンスの誕生秘話を教えてくださいと。お、誕生秘話ですか。はい、あれはな、話すの長くなりますけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あれは最初になると紀元前の話になる。めちゃくちゃ生きてますね。何歳ですか今。今今年36で4月で37になるんですけど、確かあれが紀元前の話だったので、ちょっとうる覚えなんですけど。それでもちょっと覚えてるんですね。まあでも、あのまず移籍して普通から始まったわけですよ。でゴールを決めた時に、なんかこう
自分の存在をアピールするものは作らないといけないっていう。あ、なるほど。まず最初その飛行機ポーズとかヘリコプターとかっていうことを考えたわけじゃなくて、うん、トヨタの T をアピールしたかったという。あ、なるほど。これね、はいはいはい、これが一番最初の自分の存在をアピールするっていう意味のスタートだったと思います。うん、あ、じゃあそれやったら TT 兄弟より早いからちょっとお金もらわなあかんのちゃいます？そうですね、兄弟じゃなく一人っ子だったんですけど、その時はまだ一人っ子で、だんだんコスで仲間が増えて後ろについてきてくれる兄弟が増えましたけど、もう誕生秘話はもうそこの T から来てるということでよろしいですか？はい、これ林選手見てますかね。はい、さあそれでは続きましては、こちらこれ豊田選手からの質問になりますね。松本選手は、はい、まず豊田選手、何でしょう、何質問したこと覚えてます？はい、松本選手に対して。いや全然覚えてない。覚えてないですか？こちらの手元に資料があるんですけれども、はい、豊田選手より質問が3つあるんですけど、はいはいはい、まず、まあ、3つ全部言いますね。はい、まず1つ目が夢はありますか。2つ目、はい、DSK って呼んでもいいですか。はい、3つ目、ツエーゲンをアルファベットで言えますか。覚えてませんか？はい、あ、なんとなく、なんとなく、うん、なんとなく。あ、これじゃあ全部ね、せっかくですから、はい、全部答えていただいて。でも、ここに書いてあるんですよ、ここにアルファベット、めちゃめちゃ周りに。あ、もう書いてあるんですか。あ、じゃあ書いてあるんですよ。ツエーゲンは絶対もう見えますね。確かに。そうですね。そうですね。それはなしにして。それなしにして、じゃあ2つ。なしにして、今新たに思い出したのが、100万石出身の先輩に、彼の地元の10万石まんじゅうとかいうまんじゅうを持ってきて、堂々と渡してきたのは本当ですか？もうこれもう事実じゃないですか。本当ですか？本当消えた。結構ドヤ顔で渡してきたんですけど、事実です。事実です。それはもう意図して渡したわけですかね？そうです。あ、もうあえて100万石の先輩に10万石をこれを渡してやろうという。そうす。それ受け取った時の気持ちはいかがでしたか？いやー、10万石程度をもらったところで何の貢ぎ物にもならないと思ったんですけど。じゃあそれをね、もう10個渡して。さあ、面白いな。じゃあその続きの夢はありますかという質問聞いてもいいですか？そうですね、はい、夢はサッカー選手としてですか？いや、知らんがな。どっちも行きますか。いや、まあ、じゃあサッカー選手の夢、目標っていうのは、はい、まあ、自分がちっちゃい頃、そのお父さんに連れてもらった、親に連れてもらったスタジアムで、選手たちを見て、そこで自分もサッカーやりたい、プロになりたいっていうのが明確に決まったんで、はいはい、僕もそういう選手になりたい、何かきっかけを与えられる選手になりたいなっていうのは今の自分のサッカー選手としての夢です。あ、なるほど、はい、しっかりした。逆に、うん、豊さんのも聞きたいんですけど。あ、うん、あ、じゃあそうですね、じゃあ松本選手からの質問ということで、はい、じゃあ夢はありますか、お願いします。僕は松本選手と違うんですけど、サッカー選手としてのやつですか？いや、知らんな。さっき聞いた質問。サッカー選手としてはやっぱり、松本選手と違うっていうところは、西武緑地公園で大活躍をして、石川県内の子どもたちに、わ、あんな選手になりたいって思ってもらうようなことがやっぱり、今の僕の意味かなっていうふうには思いますけど、ね、ちょっと似てないですか？めちゃめちゃ似てましたね。ちょっと似てたような、ちょっと似てたような、なんかパクったような感覚があったんですけど、違いますか？あ、全然そういう意識は全くないですね。松本選手もそんなパクられたっていう、そういう気持ち全く今ないですか？
ないですね。ないですね。ないですね。良かったよ。ないやったら良かったです。良かったです。ありがとうございます。じゃあ松本選手、引き続き最後の豊田選手から質問の、DSK って呼んでもいいですかという。あ、もちろん呼んでもいいんですけど、豊田さんだけです。あ、なるほど。豊田選手だけが DSK って呼んでいいという。それはそうです。僕ら呼びにくいです、それ。はい、ええ、もちろんです。自分もそう思いますし、ええ、サガン鳥栖の時からつけてくれたんですけど、うん、はいはい、一向に広まらなかった。なんで僕ももちろんその改良点として、えええー、まあ、DSK がなかなかやっぱね、うん、広まらないっていうところがあったんで、ええ、せっかくね、津江県金沢に来てもらったんで、うん、新しく作りました。作りました。DSKZ です。 DSKZ またより長くなりましたね。はい、これも広まらない気がする。しますね。これはちょっと勝負したいな。あ、勝負したい。勝負したいですね。あ、じゃあ、 この、ね、シーズンが終わった時にまたお話しする機会っていうのをね、皆さんともあると思うんで、今年は、はい、その時にその質問をじゃさせてください。そうです ね、ぜひそれをちょっと楽しみに。そうですね、僕もなんか明日には忘れそうなんですけど、はい、じゃあ、こちらメモっときますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さあ、それではここからは、はい、今チャットとかいろいろサポーターの皆さんが質問来てますんで、うん、そちらの方に少しお答えしていただいてよろしいですか。少しだけではあれば。いや、じゃあいっぱいお願いします。あ、わかりました。はい、じゃあ、はい、2つ質問を。え、なんかもう感想がたくさんで、見てなかった？すみません、ええ、じゃあ天の声さんの方からちょっと質問何個か挙げていただいていいですか。はい、天の声、そんな天の声もいるんですよ。もうこの番組めちゃくちゃパクってますから、いろんなとこから。じゃあお願いします。もしかして、はい、松本選手にですね、はい、質問来ております。はい、松本選手に質問です。同じ、松本平選手いらっしゃると思うんですけども、こうお互いにこうなんて呼び合ってるんですかっていう質問が。どなたから来てますか、その質問は。はですね、はい、ポッキーさんから、ね、ポッキーさんからの質問です、はい、松本選手聞こえました、大丈夫ですか。はい、ポッキーさん、ありがとうございます、はい、自分はヒロヤって呼んでて、ヒロヤは多分その時のテンションなんですかね、大輔くんって時もあれば、うん、MD くんもありますし、あ、はいはいはい、D すけくん、D すけくん、うん、何でもありますね。DSKZ は DSK。 それ今から多分広まると思います。これからなんで、はい、DSK はないです、とりあえず。あ、なるほど。 MD っていうのはね、出陣式の時に言いましたもんね、 MD で呼んでくださいっていうのね、うんうん、そうです。でも MD はファンサポーターから呼ばれたいだけであって、選手からは NG なんですよね。あ、そうなんや。細かいルールいろいろあるんですね。あるんです、あるんです。これ全部豊さん決めてるんで。じゃあサポーターの人はなんて呼んだらいいでしょうかね。は MD でよろしくお願いします。あ、そうか、サポーターは MD で、サポーターだけですね、はい、だけですね。え、辻尾さんはなんて呼んだらいいですかね。は DSKZ のね。長いな。DSKZ ですよ。覚えておきます。覚えておきます、はい、僕らは DSKZ って呼びますね。あ、よろしくお願いします。じゃあそれも広めて。なかなか長いです。長いですね。じゃあですね、はい、僕のこと MD って呼んでください。僕前田利家子大好き JD が MD です。 MDJ じゃないですよね。 MD ですね。MDJ、 分かりました。じゃあ、他に質問ありますか、天の声さん。はい、そして次に、アジちゃんさんから、はい、豊田選手にご質問があります、うん、はい、百戦錬磨の豊田選手から見て今のチームの状態、雰囲気はどう思われますかという質問いただいております。はい、うん、まず天の声さん、妊娠おめでとうございます。え天の声さん、男ですけど。声低い女ちゃいますよ。男です。そっちのね。そっちじゃないわ。嫁さん妊娠すっきりなのね。そのあの
すごい朝の情報番組とはちょっと違うんで。また違う点の声。そうですそうですすいません。わかりましたよね。チームの状況ですか。チームの状況は雰囲気は去年より、うん、いいと去年いた選手にはよく言ってもらってるんじゃないかなというふうに思ってますね。あ、なるほど、うん、まあ、特にねサッカーその練習の時もちろんそうかもわかりませんけど、今会話してたらもうね、うん、MD でいいんですか。ややこしいややこしいけどね。僕です僕 MDJ 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 の方がもうねいてるからすごい雰囲気が和やかで、うん、なんかいい雰囲気だろうなって想像つきますよ。本当ですか、ね、ちょっと今 MDJ ちょっと聞き慣れないんで、やっぱ豊田選手にしないと。じゃあ早いな、どうなんやろ、早いなもう。じゃあ豊田選手にもうそこにね行きますね、はい、また気が向いたら言ってください。はい、お願いします。はい、わかりました。さあその他に質問ありますか。はい、そしたら引き続きまた豊田選手に、パチガラスさんから質問いただいておりまして、はい、営業部の田代営業部長だったり、はい、U18 のコーチだったサクさん、サクさんのことを覚えてらっしゃいますかというご質問をいただいております。はいはい、ということです。すみません、今の質問が覚えられないです。じゃあ杖源金沢の、田代アンバサダーと、あと去年までいた佐久田雄二、今後輩になると思うんですけれども、そのお二人を覚えてますかという質問ですね。はい、まあなんとなく覚えてますね。なんとなく確かチームメイトだったと思います。ああそう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 。はい、なんでこの前もアンバサダーとして、光の宙に行ったこととかはなんとなく覚えてます。なんとなく結構覚えてますね。はいはいはい。田代先輩は確か営業部長で、つい最近ズームでなんか話をしてたような感じでは覚えてますね。めちゃくちゃ覚えてますね。なんかね、佐久田選手は当然覚えてますよね。もう今はね、そうですね、佐久田って言いがちなんですけど、佐久田なんですよね。見よしてるな。めちゃくちゃ知ってますね。なんかお兄ちゃんは確か僕の一つ上の先輩なんで、はい、はい、うる覚えですけど、全然うる覚えじゃないですよ。めちゃくちゃ覚えてます。なんか一つ佐久田選手のなんかこうみんなが知らないような秘密みたいな知ってたら、多分うる覚えで覚えてないと思いますけど、なんかあれば。なんかですか。まあ分からないと思いますけどね。彼はそうですね、うんうん、お兄ちゃんの方がエピソードあったんですけどね、うん、どちらかというとおとなしいですよね、佐久田、うん、佐久田雄二なんちゃら選手。そこで終わりですよね。雄二なんちゃらまでないです。雄二郎とかじゃないんで、はい、なんで今年一緒にプレーしたかったんですけどね、できればね。そうですね。エピソードっていうエピソードはこれから作っていきたいなっていう、なるほど、ところですね。これからぜひとも本当面白いネタをいっぱい作ってください。そうですね、うん、嫌われないように。いやいや、もうみんなもう一瞬で心つかみません。いやいやいや全然。さあもうなんか隣でね、松本選手うなずくしかなくなってしまいましたね。じゃあ質問何かありましたらお願いします。天の声さん、これめっちゃいいシャープのマスクなんですよ。マスクのアピールしてるやん。これなんかそれをマスクを褒めてなんか少しでも豊田選手にチャリンって入ったりするとかそういうことはないんですかね。全くないですね。全くないか。今ちょっととりあえず、うん、彼にちょっとね注目いくようにしたんですけど。ああ、なるほど、はい、やりづらいです。心遣い、すごいやりづらいです。じゃあ質問いきますからね、松本選手。はい、はい、お願いします。はい、これおそらさんからご質問、はい、豊田選手、松本選手お二人にですね、うん、ご質問いただいてまして、都市時代は専用スタジアムでしたが、やはり専用スタジアムでプレーするのは違いますかとご質問いただいております。おう、どうだろう、やっぱり
観客との距離がすごい近いんで、ええ、そういうところではまた陸上競技場とは別だとは思いますけど、うん、自分はそんな競技場でやったこともないんで、今はよくわからないですけど、うんうん、まあ熱量だったりそういうのはどこのスタジアムでやっても変わらないと思うんで。なるほどね。今はもう、はい、西武緑地公園でやることを楽しみにしています。わかりました。こちらも楽しみにしております。めちゃめちゃ優等生やけど、めちゃめちゃシーンってなってるすぐ巻かないと、ちょっと違う、時間ないんで。すみません、豊田選手、あの特にこれお笑い番組じゃないんで、はい、あのそんなに真面目に答える番組ですか。大丈夫なんで、豊田選手はもうその役になってますけどね。いやいやいや、全然、スタジアムの話ですよね。そうです。僕はもうだから陸上トラックのところまで芝生を広げちゃえばいいんじゃないかなと思いますけどじゃあもう陸上できなくなりますね、そうなると。そうですね、もうそこはまあ人工芝でもいいんで、横広げて、まあ後ろもちょっとね伸ばして、日本一の本拠地を作ったらいいんじゃないかな。なるほど。いや金沢のピッチバカでかいから嫌なんだよねみたいな確かにそうなりますね。コーナーキック届かねえもんみたいなあのもうピッチまで広げてしまうんですか。やばいやばい。はあ、面白い。そしたらもうサッカー専用のスタジアムになるんでですね、うん、まあまあ確かに、まあ、確かにそうですけど。確かに。あ、どうですかね、なんか得点を取った時とかによくあの陸上競技場だとあのゴールあのサポーターのとこまで行くまで時間かかるじゃないですか。そういう風なのが別にいいのか、それともサッカー専用スタジアムあったらもうすぐにサポーターが後ろにいるからあの圧を感じるか、そっちの方がいいのかっていうのはどうでしょう。どちらもやっぱり長所ってあるもんですかね。いや、それはあのサッカー専用の方が、うん、あの臨場感、見てる側の人もそうですし、やってる側もあのすごい距離が近かったりすると、いろんな意味で迫力があったりするんで、それはもうサッカー専用スタジアムがあるんであればそれに越したことはないと思いますけど。2年後予定になってますよ、サッカー専用スタジアム石川県も。2年後ですか。はい、遠いですね。いや何もね、はい、ぜひともそこのピッチにお二方立っていただきたい、ね、津江の選手として、はい、まあその頃に僕が今年活躍して、うん、それを見た子が J リーガーとして活躍するっていうのもありですね、ええ、ありですねそれをまた間近で見てプレーをね、はいはい、もう子供たちは喜ぶと思います、はい、あの時間結構あのこれだけ取らせていただいたんですけれども、ここから最後の質問ということでもいいですか、はい、ダメです。ダメですね、ダメですねなんかねカンペが出てね、最後にまとめてくださいとか出たんですけど、豊田選手まだまだ喋ってくれそうな感じですけど ね、はい、これはまとまらないですよ今サポーターの皆さんとか見てる方もまだまだ見たいと思ってると思う。そうですね、ほんまに。いやもう今はお二方の劇場になってますから、これは、はい、いやでもマジな話、そんなないですよ。マジな話、全然そんな劇場にはなってないです。ただのここを見渡す限り僕らの食事会場ですよ分かりました。本当に皆さんにちょっと聞きたいことが一つあると思うんですけども、そちらの方ちょっとね質問答えてください。はい、今年の意気込みというのが結構来ておりますので、うん、はい、そちらを教えてください。今年の意気込み、はい、まあ、レンタルっていうのは自分の中で全く関係なくて、うん、まあ、来たからには、はい、制限のために、うん、必ず自分たちの目標である J1 昇格っていうのを目指してやっていくっていうのは、はい、チームとして決まってるので、うん、それに向かって最後まで走り続けたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは豊田さんお願いします。まあこのタイミングで意気込みっていうのは、まあ、たくさんこれまでも話してきたんで、うん、あれなんですけど、うん、まあ、しっかりピッチ内外で、うん、例えばこういうピッチ外のところで、うん、大活躍したいなというふうにも思うんですけれども本業のピッチ内のところでしっかりチームのために成果を出して犠牲心を持って最後まで諦めない姿っていうのをお見せできればいいかなというふうに思っておりますし、 J1 昇格成し遂げられるように
その一つのピースとして頑張っていきたいなと。そしてね、西武緑地公園の観客人数ですよね、うん、そこが本当に僕が来て増えるんじゃないかっていう噂はあると思いますけど、それがね50人ぐらい増えたぐらいじゃちょっと寂しいんでですね、うんうん、ぜひともこの番組を見ている方、うん、また YouTube でご覧になる皆さん、はい、ぜひとも足を運んでいただいて、うん、まあ、何か本当感じてもらえるゲームをお見せするので、うん、見に来ていただきたいっていうところと、こんなクソつまらねえおっさん試合出てんのちょっと見に行くかって思ってもらえるようにどんどんアピールしていって思っております。いやもうね頼もしいです、本当に、はい、いやそんなことないです、ピッチに入ったらめちゃめちゃ小さく見えるんで。いやおっしゃいます、そんなことないです、ふくらはぎだけはバカでかいですよ、ええ、それ今度はまた別の番組でメジャー持ってちょっと測りに行きますんで。ああもうそれは NHK さんやったんで、あやめときます、はい、了解です、はい、国営放送がやったんで多分そうですね、大丈夫だと思いますけど、2番戦時はやっぱりダメです、はい、なんか別の方法を考えます。そうです ね何か比較できるようなものを、うんうん、持っていて、うん、桜島大根とか、そこでなんで桜島ってあるんですかね、原助大根でいいじゃないですか。そうですよね、うん、それが今出てこなかったことにすごい苛立ちを覚えてますよね。わかりました、はい、はい、でも本当にお二方お忙しいところありがとうございます。なんか終わりそうな感じですけどまだですよね。ねもうね終わってくれって言われた。本当もうね通常でしたらねこの番組そろそろね全編終了っていう時間帯になったんですけど、まだねこれ今日4部まであるんですけどまだ一部なんですこれが。え本当ですか。そうなんですよ。朝まで生テレビじゃないんですか。いや朝までやったら多分いろんな方にご迷惑かけて監督にも怒られると思いますね。そこは何とかします、プロなんで。そうなんですか。はい、いや僕はやるよって。まあまあでもね明日のコンディションにも関わるとはダメなんで。いやそんなことないですよ。少しでも後ろのスポンサーの皆さんの名前が映ってるように、はい、僕はここにいるんですけど松本に履けさせるんで。もう履けましたね。めちゃめちゃそういうご好意ね、ありがとうございます。ありがとうございます。これもう何だったらもうこっちからブチッと切った方がよろしいですか。もういきなりああみたいな。それを今、はい、候補にここ取ってもらいますんで、じゃあなんかこう、はい、僕らからどうもっていうのも本当に申し訳ないんで、はい、なんかこうお二方でこのそこからもはけていっていただくというなんかそれだけはできないですね。できないですね。そういうのはできないですね。そうですか。できないですね。じゃあこれはちょっと終われない感じになりますね。テクニック的に映像テクニック的にこう上からこう、ね、シャッターが降りるとか、うん、カーテンがファーっとな出るとかっていうものがないんですよ。ないんですね。ないんですよ。あそっか。なんかそこの後ろの僕のね今日のブランケットですね。そうです。それでサーってなってくるとないんですよね。あこれをねこう持ってきて、うん、そうですね。こうねうわあうわうわうわこれぜひとも寄りますね寄りますね寄りますね。うわ画面に2人いるよ。ちょっとキャンプで痩せました。ちょっとキャンプで痩せました。どうですかこれ。これなんで滑ってます。滑ってます今。さあこれいつまで持っときましょうかね。朝までお願いします。朝までこれもうこのまま僕も買わせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや
面白いな。もうずっと見れますねこれ。ちょっとあのね、僕ね、はい、昔ね、あのナンバーグランド花月でずっと漫才してたんですよ。はいはい、でその時僕ね、やっぱツッコミだったんですけど。はい、あのツッコミ思い出しました、はい、いやすごいです。ちょっと飲みに行きたいですね。もうね本当にこれだけボケてくれたらツッコミがめちゃくちゃあるよ、うん、あすごいな。あ 面白かった、うん、ちょっとこれ次に行くまでの間にちょっと天の声さん、はい、ちょっと来てませんか、はい、皆さんから。いやまずもうスーパーチャットが止まりませんね、すごい、ね、もう本当は途中でいただいてたんですけど、ちょっと入るスペースというか隙間が全然なかったので、今の時間帯ちょっとご紹介させていただきますね。ええ、まずゆきちさんから祝豊凱旋19点取ってくださいねと豊選手にコメントをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、コージーさんからですね、ええ、まあ、お二人の活躍を期待してますとコメントをいただいております。うん、そして続いてまたゆきちさんからやっぱ延長してくれと、うん、豊選手松本選手の炎上してくれというコメントをいただいております、はい、そしてアジちゃんさんからいつか朝まで希望とコメントもいただいておりますほんまに喋りそうですね。いやー やれますよね、はい、十分持つ、うんうん、そしてパチガラスさんから、毎週レギュラー化しましょうとコメントいただいてます。これね本当にね、お笑いの若手芸人勉強になるよ。いやほんまですよね、本当に本当に上手や。いや面白かった。まあ、スーパーチャットの皆さんたくさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやもう豊田選手本当にサービス精神が旺盛で、はい、もう現在もう7時46分回ってるということで、通常でしたら、はい、もうじゃあまた来週っていうことなんで、はい、もう今日この後全部省こうえ結構まだ内容ありますね、はい、まだめちゃくちゃあるんですよ。まだ1ページ目ですもん。もうでもね次絶対行かなあかんのですよ、はい、こちらもお付き合いください、はい、さあ今日も行きますよ。制限フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川のコーナー。さあ今日は何しましょう。はい、今日は先日決まったアカデミースタッフの新体制についてお伝えしたいと思います。はい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 、ということは、うん、ここに出るのかな、出ますかね、いろいろとね。アカデミーということは、うん、まあ、はい、U12、U18、U15 といろいろあるわけですけれども、はい、こちらが新任選、コーチですね、はい、U18 監督が新任の、はい、マーティーこれ出てもらいました、はい、そうですね。そして先ほどね、もう名前がバンバン出ましたけど、はい、U18 コーチ新任作田裕二、作田じゃないですよ、はい、作田ですね、さあそして U12 コーチ、これ新任ね、これ、大空ですけど、これ春かって読むんですよ、はい、用意してますね、はい、用意してますよね、はい、本当にね、何で用意してるんですか、これ、びっくりしたわ、今日これ見て、本当U12 のコーチになったん、すごい、おめでとうございます。なったんよね、おめでとうございます、はい、もうみんなから似てないと言われてる、はい、うちの息子ですわ、これね、うん、まあ、似てないですね、確かに全然似てないって言われるんですよね、とこ取ったな、おかんのね、ほんと。さあ、今新任で、他にも新任の方おられましたよね。今のは、U18、U12 ということでね。はい、そうですね、3名ですかね。そしてこちらが、アカデミーサブダイレクター兼ヘッドオブコーチング。長いですね。長いし、何これ。うん、麦田くん、はい。そして U12 スクールダイレクター、新任です、白山くん。はい。ということで新任が結構25人ですか、うん、そうですね、そうですね、はい、まあ、U の18の監督が変わって佐久田コーチも入ったっていうのが U18 にとっては一番大きいと思うんですけどもね、うん、そうですね、どうですかね、まあ、また直前まで選手としての経験があった佐久田コーチが入ったっていうことは大きいですし、うんうん、あとはマーティンさんもね、トップの経験をしてまた戻ってきたっていうことでまた期待できるんじゃないですかね。普通考えたら U18 はプレミアの去年ね、はい、最終まで行ったわけじゃないですか、昇格惜しくも逃しましたけども、はいはいはい、うん、そこのコーチ監督が変わってっていうのもまさに斬新ですよね、うん、そうですね、またちょっと新たな、はい、制限 U18 が見ることができるんじゃないですかね、はい、そしてですね、はい、質問なんですけども、はい、サッカーではですね、ダイレクター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 って故障がつく方がいますけども、はいはい、どういう意味なんですか、辻尾さん。
まあ、そうですね。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、なんで俺に聞かんかったよ。俺、ちょっと、はい、まず俺飛ばしていったら、俺知らんみたいな言い方やん。まず聞いてよ。大平さんどうなんですか。もう一回言って。ダイレクター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 でどういう意味ですか。いや同じじゃないですか。まあ、あれですね、あの統括みたいなものですよね。まあ、そのクラブによってその仕事の役割っていうのは変わってくるかと思いますけれども、うんうん、まああの。もちろん選手のところの統括もそうですし、そのコーチングスタッフに対するその統括っていうところ、まあ日本語で言うとなんか総監督みたいな呼ばれたりします。なんかよくディレクターっていう言葉が耳なじみあるんですけど、ここダイレクターっていうのは似た、それは言い方の違いなんですかね。それちょっとわからないですね。そんなこと言われてもみたいな。それぞれ僕もわからないですけど、ね、確かにサッカーではダイレクターってよく聞きます。まあ日本語で言うと総監督っていう意味らしいですね。なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、偉い人や。なるほど、そうか、はい、ダイレクター。まあね、はい、まあ、偉い人には間違いないですよ、本当にね、はい。まあ、トップチームももちろんですけど、うん、アカデミー各年代も実りのあるシーズンになってほしいっていう思いがありますから、はい、うん、このコーナーではね、いろいろと追いかけていきたいと思いますよ、はい。今回は都合によってちょっとインタビュー動画はありませんでしたけれども、はい、このコーナーでは引き続き、うん、ユース世代の情報、そしてジュニアユース、ジュニアもね、うん、ちょっとお送りしていきたいと思います、はい。もう言っても、そのツエーゲンのそのアカデミーっていうのは石川県内のトップレベルですか。はい、そうですね。ね、はい、それを皆さんにどん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 見ていただきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。以上、つえげんさ、つえげんフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。なんか巻いてないこれ。なんか巻いてきたね。はい、ね、はい、じゃあ続いて、はい、インフォメーションいきましょうか。いきたいと思います、うん。まず一つ目です。2022シーズン第1弾プレイヤーグッズの予約が受付中となっています。はい、まあ、いわゆる推し選手、これもさっきのね、あ、そうだそうだ、あのブランケットもね、ト、はい、ありましたけれども、はい、推し選手、応援したい選手のグッズはやっぱ身につけたいですし、はい、今回の商品は何？はい、今回はブランケット、うんうん、そしてトートバッグ、はい、テディベアキーホルダーの3種類となっています。辻尾さんが持ってるのがこれ、いいじゃないですか。はい、これトートバッグですね。かわいいですね。かわいい、これトートバッグ2種類欲しいよ、うん、いいですね、これは、ね、はい、あ、これはいいね、うん、はい。そしてブランケット、先ほど見せましたね、豊田選手のありますけれども、モコモコしてる、ほら、これね、まだ本当は高い、ま、回ってるよ、これ回ってるよ、大丈夫。で、あと、はい、テディベアキーホルダーがですね、はい、うん、そうですね、そうですね、はい。さあ、ブランケットはまあ、うん、去年ね、選手入場時に掲げてる人がいてね、うん、よかった、ちょっと目立ってたよね。そう、めちゃめちゃ目立ってましたね。はい、いいですけれども、はい、今回12番入ってるね。はい、そうなんですよ。今回ブランケット以外はサポーター番号の12番も入れられるということです、はい。こちらはどこで買えるんですかね。はい、こちらはツエーゲン金沢のオンラインショップから注文してください、はい。2月13日日曜日の23時59分までの受付となります。はい、もう13日の日曜日いっぱいですね。明後日まで。はい、ちなみにこれはそこまで頼むといつ届きます？はい、3月11日頃の予定となっています。うん、あ、まあ、大体そのあたりということでね。うん、はい、まあ、ぜひ好きな選手の番号でスタジアムで応援していただきたいと思います。はい、さあ、それではインフォメーションその2。はい、続いてインフォメーション2つ目。月刊誌ツエーゲンヒーローズの2月号が発売になりました。うん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 、これかな。はい。さあ、今月のテーマは何ですか？はい、今月は2022出陣ということで、うん、柳下監督のインタビューから始まっています。こちら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 、すごい、めっちゃ書いてある。ここから、はい、こういうことでね、はい、変わらないもの、新しい形、これはやっぱりもう皆さんにじっくりと読んでほしいね。はい、はい、そして他にもですね、うん、新加入選手をたっぷり紹介しているページや、キャンプの写真なんかもたくさん掲載されているということです。まあ、キャンプ情報を皆さん知りたいと思うんですよね、うん、はい。このヒーローズってあの単品でも購入できますけれども、はい、定期購読の方がいいよね、これね。はい、そうです、うん、定期購読は2月13日までですと、うん、選手実着用ウェアが当たる早期申し込みキャンペーンも実施中です、はい。紙媒体だけじゃなくてお手軽に ご購読いただける電子書籍もあります、うんうんうん、詳細はホームページのニュース欄からご確認ください。まあ、それも便利でいいんですけど、うん、やっぱり紙で見るの、うん、すごい、すごい、マジ、おお、これちょっとね、わお、新選手加入情報っていうので、ね、はい、これね、まず長峰選手、はい、こっからほら、そう、めっちゃ詳しい。
またね、これはコネクテッドいいですね。ほらで全選手、うん、新加入選手は、はい、もうちゃんと、はい、あもう全部見せちゃっていいんですか。あの文章は無理よ、文章だってここ見せんかったら、うん、またあの豊田選手怒るやん俺のだけっていうね、はい、この状態になっておりますんで、はい、あまた他にもね、はい、あいっぱい出てます。ぜひとも皆さん、はい、お買い求めいただきたいと思います。さあそれでは今日3つ目があるのかな。はい、リアルツエーゲンの50の質問須藤選手の回をこのあと20時あと5分後だ、はいはい、20時に公開します、うん、19歳とは思えない完璧な回答、高校選手権のヒーローですが、うん、サインは英語の授業中に考えていたそうです、うんうん、ということで公開、ね、お楽しみにください。サインはいつ考えたんですか。高校の時ですね、うん、高校の時から今もうずっと変わらずで。はい、そうです、うん、まあ僕の友達が考えたんですけど、それは、あ考えてくれもらった。はい、そうです。考えるの苦手なタイプ。いや、なんかこれええんちゃうって言われて、それをもう採用しました、ね、うん、そのまま、はい、サインどれ。メイクも英語の授業に考えてました。ちょっと今乗ってきたんちゃう、これは。いや、本当にあの、はい、大学の授業中に、うん、ピーピーピーって考えた、はい、俺もうサインとかってむちゃくちゃ苦手やったから、うん、僕太平じゃないですか、はいはい、だから太平って言ったらあの大阪 の, あの漫才の一門で太平三郎四郎とか、はいはい、あの辺の一門ですから、はい、あのお師匠が書いてる太平っていうのそのままパクってる。そうそう、そこパクでいいんですか。それ、まあ、そこは同じ太平やしいいかなと思ってね。なるほど。あれ得意な人ってすごいよね。いや、すごいですね、多分ね、皆さんもどっかで自分のサイン書いたことあると思うんですよね、うんうん、また披露してくださいね、はい、さあということで、この月額550円税込みですから、はい、ぜひとも皆さん登録してください。よろしくお願いします。さあ間もなく8時になりますね、はい、56分待っております。もう1時間だ。いやー、なんかこう選手のリモートはふわっとしたけど、なんかあとなんか駆け足っぽい感じがしたんですけど、はい、ちょっとのんびりでもね、はい、まあまあまあ、まあまあでもね、はい、あの今日は皆さん長かったね。はい、はい、さあここからエンディングということになりますけれども、はい、オープニングでも言いました、いよいよ来週開幕です、はい、もうファンサポーターの皆さんもめちゃくちゃ待ってたと思うんですけれども、はい、さあそこで実はね皆さん、はい、そうなんですよ、ここ後で天の声さんにまたね言ってもらおうと思いますけど、2月19日、はい、こちらはですね、あの皆さん行かれる方もおられると思います、ね、ビジター席が少し用意されているということなんですよね、はい、車だと片道5時間半くらいかな、はい、まあ、あの大阪の方まで行って神戸に行って、はい、そこから、うん、はい、橋渡って、はい、淡路島の、そこから淡路島に乗って、はい、そこから鳴門海峡を橋渡って入るというところで結構距離はあります、はい、でも行かれる方は本当に十分ちょっと気をつけてね、はい、運転の方していただきたいと思いますけれども、行けない方はダッドーンで応援する方もおられると思いますが、はい、さあここでですよ、はい、言っちゃおうかな、なんとパブリックビューイングがあるのよ。明日これニュースで出るんですけど、はい、言っちゃっていいよね、もう言っちゃった。ここだけ、ここだけの秘密で、めちゃめちゃちっちゃい運用、またちっちゃい丸が出た。またちっちゃい丸出た。なんでこうできへんかな。めっちゃこんなん。さあ実はどこでやるか、はい、なんと、うん、イオンモール白山で行います、はい、さあ大正試合ということでね、はい、2022明治安田生命 J2 リーグ第1節、うん、はい、徳島ボルティス VS 津江県金沢ということで、場所がイオンモール白山の1階の西コート、はい、これちょっと楽しみちゃいます、うん、あのいろいろとステージイベント、こういう風なコロナ禍なんですけれども、はい、本当にね、イオンモール白山さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。あの時間が、うん、はい、時間とかは、まあ、キックオフが2時なんですけども、はい、少し前からなんです。そうなんですよ。この詳しくは明日の津江県金沢のこのニュースを、はい、ちょっと皆さん見ていただきまして、あの細かいところね、はい、チェックしていただきたいと思いますけれども、さあこれは、うん、ね、はい、楽しいですね。楽しそうなことがたくさん書いてあります、この紙に。たくさん書いてあるんだけど、ね、そうなんですよ。なんか内容が盛りだくさんで、この辻尾さんのこの日は本当だ、僕はちょっと行かないんですけれども、代わりにあの部長が多分、あ、ね、はい、やっぱりこれはあの土曜日ということで、あの家族サービスということですか。いや、あのちょっとね予定がありましてすみません、はい、試合はもちろん見ますけれども。なるほどなるほど、はい、僕と、はい、タッツーと、はい、クラブアンバサダーの
タッシーが、はい、まあ、ちょっとねステージイベント進行役として ね、 させていただきますんで、はい、ぜひとも皆さんで2022シーズンをこう盛り上げてね、うん、応援していきたいと思いますけれども、はい、感染症対策だけは皆さんしっかりとよろしくお願いします、はいはい、さあそれでは天の声さん、はい、どうですかね、ちょっとスーパーチャットご紹介してもよろしいですか。お願いします。松原和夫さんから、はい、みんなで上の舞台へとコメントをいただいております。ありがとうございます。でまあ、末さんから仕事疲れも吹き飛ばしてくれる豊田選手の大活躍に期待しています、うん、コメントいただいております、はいはい、そしてケンイチ長澤さんから、はい、面白すぎというコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。でホリケンさんから、はい、本日もお疲れ様でした。豊田選手面白かったです、うん、ピッチ外の活躍も楽しみです。もうこうなったらナウで週刊トヨタ TV やりませんという新コーナーが新コーナーのご提案をいただいております。楽しそう。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ今のニュースとかで反応ないですか、パブリックビューイング。あ、もうイオンモール白山、うん、パチパチとコメントいただいてますね、うんうん、やっぱり皆さんもこう開幕戦のところ期待されているコメントをいっぱいいただいております、うん、はいはい、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思っております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日チャット多かったんちゃいます。多いです ね、まあ、多いです。コメントもまず多いですね。ね、多いですよね、はい、コメントまだまだちょっと紹介できるのがあったら いいですよ。全然全然もらわなくてもいいですよ。あ、もらわずに言うと、豊田さんもキャプテンみたいに YouTube チャンネル作ってくださいとか、そのやっぱり喋りのところで、うん、こうYouTube、SNS 等の新しいコーナーのご提案をいただいてますね、うん、レギュラーコーナー化しましょうもいただいているので、うん、ちょっとこれ豊田選手フィーバーがまたコメント欄で起きているような状況ですね、うん、豊田選手突っ込むの大変やで。大変ですね。大変よこれは。面白いわ。はい、何のはいですか今。お返ししますなんかハイユーとかなんかなと思うな、ファイというところで当てなんかのものだったんだけどねさあということで今日はでも8時回っちゃいました、はい、皆さん長くなりましたけれどもね、はい、もう豊田選手のあのコメントで今チームがどういう状況であるかっていうのも分かっていただけたと思います、はい、もうこれは開幕が楽しみですね。楽しみですね、はい、いよいよ来週から開幕ということで、はい、ね、イオンモール白山来られる方は、はい、ぜひとも皆さんで新しいシーズンを迎えたい、はい、そしてあまりでかい声ではまだ言えないけどその次の週も楽しみにしていただきたいと思いますね、はいはい、なんかあんねんねこれね。そうですね、はい、ということで今日はここまでです。お会いいたい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。